昔の体操にチャレンジしてみた。皆さんこんにちは、シラックスです。小太郎です。今日は1950年代の体操の動画をかき集めてきましたので、その映像を見て同じことを僕らが挑戦していこうと思います。はい。大体70年前なんで全部できて当たり前でしょということで全クリしていきましょう。頑張ろうか。はい。それでは早速やっていきます。おーす。チャンネル登録お願いします。僕からも。僕がこの技に挑戦していきます。いってら。前転からヘッドスプリングペタンやるぞ。腰あんま頑張んない方がいいんだよね。うん。いきます。全然違くね。力抜きすぎた。もうちょっと足からいくよね。いきます。はい、ゴロ。あー、っぽい。ぽい。うん。いや、まあギリ成功ということでね。OK。はい、次の技いきたいと思います。はい。こんな感じです。じゃ続いての技は。こちらなんですけど、これを孝太郎がやっていきます。はい、頑張。記憶ゲーだなこれ。うん、むずいね。やるか。初めて見たわ。あれもう一回見る。どっち足だ上げた方の足を最初に回してるから、その間に体を回転する。むずい。そんなイメトレするもんじゃないでしょ。いや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 、やるからには成功したいでしょ。いきます。頑張。いいよ。いけるいける。え、うわっこれ。いや、さってもう抜くんじゃん、それで頑張って。え、あれ。もう一回見る。絶対こっち足なんです、うん、もっと腰折っていいんだ。で、そこで入れて、あ、そうそうそう。それは、そんな硬い。もう一連でやる、うん、いきます。いけるいける、頑張れ。いや、そこいいぞ。いいね、いけ。一連じゃないな、しかも止まってなかった。これでやってみていい？やってみて、うん、無理だよこれ。硬さとかじゃないのかも。なんかいけるでしょこんな。じゃあこっち向いた瞬間だから。いや、ノリだってこれ絶対。いきます。はい。え、違くね？違う。じゃあもう一回見よう。いや、合ってるかな。うん、合ってるよ。やろうとすること合ってるよ。いきます。はい。いいよ。あ、惜しい惜しい惜しい。あ、これは硬さの問題です。あ、そうなんかな。うん、無理だ俺、ガーンってなっちゃう。確かに前屈も苦手だもんね。やってくれ。やるわ。俺がやんないと。もう負け。いきます。分かる。こっちから見てるから変な感じなのかな。もう一回。いや、俺そっちから見ていい？あ、いいよいいよいいよ。ちょっとイメトレさせて。やるんかよ。結局やるんか。これめっちゃ必要だわ。いきます。三角。ちょっとこれは難しかったです。次行きましょう。はいはい、次行きます。はい、次は釣り輪でこの技をやっていきたいと思います。はい。鬼力技ね。腰折れてなかったよね。うん、ちょっとそこ意識してやっていきます。行きます。僕もオプションでやります。上行ってもいいよ。危ない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 。違う違う、乗るために必要だって。必要だって。
じゃあ一本集中でいきます。いってらっしゃい。大丈夫、行け行け。おはははははい、くそ、ちょっと待って、肘を上げない。もう一回、いいよ。イエー、はい。そう、これはうわ、三角だ、ね、三角ですよね。やばいやばい。いや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 、すごいわ、昔の人。片付けない。俺がやったるぜ。やば。焦ろよ。無理や。なんだこれ。しかもね、やっぱずっと腰折れてるよね。俺。うん。あ、本当に？うん。いや、俺が次。いや、お願いします。やるわ。さすがに。俺無理だった。うん。いや、現代っぽいさばき、孝太郎やった。あー、うん、いきます。ヤンバいきます。絶対やる。いけ、あげちゃえ。うおー、四角。カード1個増えた。三角より一段階丸に近づいた。それはね、うん、無理だ。むずい、すごいわ、普通に。うん、じゃあ次、行きます。はい。じゃあ次は、この力技をやっていこうと思います。はい、頑張れ。切っちゃう気がするな。うん、いきます。頑張る。いけるぞ。おお、いいね、こっから。いいね。よし、素晴らしい。え、めっちゃうまい。客前曲が一番きつい。よかったんじゃない。うん、完璧。うん、うん、いつもやってる人みたいだったよ。あ、ほんとに、うん、ルーティーンみたいだった。これいけるぞ。ね、やる？いる？俺。え、いらない？いや、わかんない。動画的にどうかな。いや、なんかこの腕の太さでこれができないっていうのがすごく面白いと思うんだよね。いや、でも本気でやるからね。うん、本気でやるよ。確かになんか孝太郎のここのうまさはあった。あった。調整の様子を見ながらちゃんとバランスを取るっていう力が孝太郎はあるから。いきます。悪いけど現役なのよ。さっきの絶望は。あれは知らない。知らない。あれは義務教育に入ってない。いきます。いっちゃえ。さすがにやってくれ。ちょっと待って、どうやんの。ちょっと待って、なんでできたの、こうしたの。え、本気？本気？動画を持ってた。違う、本気。え、なんで？なんでこれかな。ちょっと待って、絶対これじゃないじゃん。これ以外じゃない。これだけ関係ないよね。くっそ。悔しい。悔しいよ。もう一回やる。ちょっとやってみるわ。うん、ちょっともう一回。くっそー。もうマジでうぜー自分。いきます。これだから作ったんじゃないの。いや、マジで作ってない。昔の体操嫌い。よし、いきます。いけるよ。いけるよ。はい。ちょっと待ってよ。本当にできない。あー、なんか反応悪いのかな、体の。ちょっとマジできるのやりたい。じゃあ次の技いきます。はい。次はこの開脚する折り技をやっていこうと思います。よく思いついたな、この動き。あー、分かった分かった、うん、俺もういけるわ。俺先、俺先行こう。俺先行く。俺先行く。半分ひねってたよね。おっせー。じゃあ先に行かせてもらいます。はい、行きます。
もういや、これはむずいと思う俺もできるか、不安これ、いや、思い切りが大事。あ、思い切り回転だけ、本当に。じゃあ、いきまーす。頑張っ、もういいよし、いきます。やばい、そんなん試合でやったら超恥ずかしいよ、マジで。いやちょっと待ってくれ、これガチむずい。俺の方が欲しい説あるもん。うわっ、もう一回もう一回やるわ。いきます、いけるよ。何何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 これこんなむずいな。俺がやったるぜ。もういいって。きついじゃん、もう。ちょっと待って、待って、これガチで真面目にやってんのに、ね、うわぁ、任せろ。はい、お願いします。はい、いきます。頑張れ。キモすぎ。いやでも近づいてってるわね。いきまーす。頑張っ、いけるか。無理だ。そういうことなんだ。スイング使えばできる。いきます。よし、いやぁ、いけるよ。まだね、まだ始まってない。うわぁ、どうっすか。もう OK でしょ。で、今までで一番スムーズだったよね。きつぅ。これやばいね。すごい、昔の人すごい。はい、じゃあまあ釣り輪は終わりで、はい、次の種目いきたいと思います。はい、じゃあ次跳馬やっていきます。はい、今の伸身で飛ぶ技を僕らが実際に飛んでいきます。はい、やっていきましょう。はい、それではいきます。これめっちゃむずいな。頭からいってたよ。めっちゃ怖かった今。あ、やばい、やばいかもって思ってた。え、コタロいけそう。受けるよ、注意して。うん、いけます。やばー、尻尾。え、すごっ。なんで、あ、見てた、すごっ。飛びたい、これ。いや、できるだろ。なんでなの、俺は。いきます。いってら、いきます。俺今日1個も丸ないんじゃない。本当に三角、四角、四角ぐらいじゃない。じゃあ次はこれで。じゃあ次はこの技を光太郎がやっていこうと思います。はい、いける、頑張るわ。頑張、最初はアップします。はい、それっぽいことするかも。ああね、うん、技のアップでもあるのね。うん、アップしていきます。頑張ろう。そのアップ大事だよ。まあね、いいよ。うわ、怖そう。絶対回っちゃうんだけど。手幅広めなんじゃん。あ、そういうこと。うん、
それもいいいやいやいや心配なんだって。絶対ひねる方がむずいでしょ。もっと広くってことだね、ここの多分これを、うん、こっちにってことだね。うん、狭いな。でも持ち替えが遅いだけなのかな。あ、持ち替えもっと遅いだけか。うん、ほぼやってたな俺じゃ。うんうん。でちょっと片手を大げさに離してそうだね、見せればいい。オッケーオッケーオッケー。果たしてこんなに水とか玉が必要な技なのかな。なんかこの昔の動画でチラッと映ってるんだけど、プロテクターとか芯なかったりする。芯を考えた人はマジで天才だね。やばいよね、お前これっていう周りの友達とかがお前よく思いついたな。二回宙返りにひねりを加えるくらい革命なことだよね、うんうん、そっちかみたいな、それ技の方じゃないの。じゃあちょっとやっていきます。はい、頑張っ、イエス、いけるよ、しっかり、いいよ、しっかり回して、ここうわぁ、こんな横に行く力加わってたんだこれね。話してる時間むずいね、あれでブレるっしょ。ブレるブレる、ね、どんどんこっち行っちゃうもん。うん、しゃあもう一回行きます。頑張っ、次こそは行きます。頑張っ、いけるよ、持ってくる、いいね、良くなったよ、そこしっかり押して、よー、いいねー、いやーめっちゃいい、マジ耐えらんないよ。うん、うずそう。まあ、OK じゃない。うん、しかも綺麗。よし、 OK です。よし、じゃあ次行きます。はい、次の技、次はこの離れ技でいきたいと思います。はい、僕が挑戦します。頑張ってらっしゃい。怖いね。いつも飛び越える技やってるからさ、うん、あのスイングからバーに近づいてっちゃいそうで怖いね。なんかあれじゃね、なんて言うんだっけ、ストリートワークアウト的な、そう、そっち系だよね、うん、パルクール系だよね。あ、そう、パルクール、いけるやろ。うん、いきます。うー、マジかよ、怖え。いけるやろ。いきます。スニークむずいわ。ごめん、でかっと思ったよ。あ、でかすぎる。え、そんないらないでしょ。あ、マジで、しかも上げすぎるじゃん。ちょっとアップしていい、した方がいいね、うん、なんで俺がアドバイスしてるの。昔の人。普通に飛ぶわ、発表。うん、確かに。いや、結構大きい技だね、なんか俺できそうだけど。マジ、うん、さっき俺が代わりにやったからな。ちょ、一緒にやろう。いい、いいよ、心細いわ。二人で挑戦になったの。うん、行く。え、あ、どっちでもいいよ、行っていい、いいよ。俺が責任持つ。いきます。はい、いけるよ。はい。いや、むずい。いい感じ、いい感じ、いい感じ。うん、むずい。あー、俺もう今のでコツ分かっちゃったわ。マジで、俺一発で持っていい、いいよ。楽勝だ、これマジで。あー、分かっちゃった。いや、思ったより怖えよ。じゃあ、やってみるか。はい、いきます。いけるぞ。ありがてえ。え、何が分かってできたの。え、マジで落ちた時にさ、あらーってなってたじゃん、うん、あ、じゃあここでこうすればいいんだと思って。あ、やってたね、結構、うん、それだけ。あの、そのいい失敗の仕方をしてくれたおかげで俺は学べたから。あー、足りてない部分がね。ちょっともう一回やっていい。いいよ。イエーイ。すげえ、一発じゃん。
昔体操やってたらやばかったんじゃないの、マジで。マジヒーローだよ。ヒーローだよ、マジで。マジで。得意不得意ありますね。あるね。まあ俺の得意はまだ出てないけど。いきます。この時間が不安なんだよ。いきます。なんか、遅っ、ね、俺、体操じゃなかったのかもしれないよね。ちょっと無理でした。はい、ということで、終わりました。お疲れ。お疲れ。やっぱ、コウタロウの天才さが際立った回だったね。本当に？え、多分、普通の体操選手、ここまでできないんじゃないの？できるよ。俺がおかしいんかな。まあ、どっちかだろうね。まあまあまあ、どっちかがおかしいよね。コウタロウがすごいのか、俺ができなさすぎるのか。挑戦してほしいかもね。ね、なんか、今の時代に昔の演技をやってみたとか、インスタとかで投稿してほしいね。ね。はい。ということで、まだまだ昔の技いっぱいあるので、うん、この先も挑戦していこうと思います。はい、ありがとうございました。しょう。この動画も見てね。イベントとか練習にも呼んでね。